寒い日がますかね。ますけども、早く春になればいいですね。まあ、この時ってこうなかなか布団から出られないじゃないですか。まあね、気持ちいいですよね、布団は。はい、布団はもう気持ちよすぎても朝のこう目覚ましにも気づかないってことが私多かったんですよ。ありますそんな。いやもうあるんですよ。もう携帯のこうアラームとかじゃもう本当に全然もう聞かないというか。気づくわけないの。もう気づかないです。全く耳が反応しないですね。携帯レベルでは。はい。で本当にもう、携帯のその、あの、目覚ましのアラームの音あるじゃないですか。それのこう、なんか、警報器みたいな音を使ってるんですよ。あ、もう本当に、もう、でかいやつ。フェオフェオみたいな感じで使ってるのに、もう全然起きなくって。もうこれは本当に、あの、機械のその電子音に、もう、頼れないと思って。これじゃ足りないと。はい。思って、こう、私も大好きなロフトに行って、うん、あの、時計を買ってきたんです、新しい。目覚まし時計です。目覚まし時計を買ってきたんですけど、その目覚まし時計が、あの、あるじゃないですか、よくこう、鐘を、こう、カン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 鳴らす、鳴るやつ。チリ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 で、鳴るやつあるじゃないですか。そういうブログとか載せたりもしたんですけど、うん、こう、それを、こう、使い始めたわけですね。うん、で、最初の方は、もうなんか、それで一発で起きれて。まあね、あれ、はい、超でかいっしょ。そう、めっちゃでかいですし、うんうんうん、まあなんかもう、なんか、なんて言うんですかね、スピーカーから流れてくる音とかじゃなくて、本当にもう、物音じゃないですか。鐘が鳴ってるわけですか。そうです、そうです。もう本当の鐘が鳴ってるわけですから、本当になんか、目が覚めるようになったんですよ。いや、そりゃそうですよ。最初の歯、もうこれでいけると思って、うん、あの、ずっとこう、仕事とかも遅刻せず、学校にもこう寝坊せず、行くことができていたんですけど、うん、よかったですよ。うん、すごい良かったんです。うん、ですけど、最近なんですよ。最近なんですけど、はい、あの、私、ベッドが、こう、ロストベッドみたいな形になっていて、うん、あの、下の段が、机、はいはい、デスクになってて、ありますね、はしご上がった上、うん、こう2階というか、うん、2つ目の上の部分がベッドになってるんです。なるほど。そのベッドに寝て、私はその、下のデスクの方に目覚まし時計を置いてたんですよ。なるほどね。はい。移動してこう。そうです。なんか、やっぱりこう自分の手の届く場所にあると、そこで止めちゃってもまた寝ちゃうなと思って、はいはいはい、そういう風にしたんですけど、うん、こう。いいよね。はい。こうあるこう、まあ、だん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 その目覚まし時計、新しい目覚まし時計の生活をこう始めて時間が経ったぐらいの時に、目覚まし時計なって、まあ、はしご降りて、止めに行くじゃないですか。普段はそこでもう、ああ、もう、体も動かしたし、目覚めたな、みたいな。用意しようか。用意しようかって思うじゃないですか。私、その、目覚まし時計のこう、アラーム止めて、またはしごを登って、寝るようになっちゃったんですよ。どういうこと？いや、もうそういうことです。ちょっと待って、一回降りて止めたんでしょ？一回降りて止めるじゃないですか。でも起きてんじゃん。起きてますよ。で、また寝に行ったの？そうです、そうです、そうです。はしご登って。それでちゃんとその時間に起きなきゃいけないわけでしょ？まあそうなんですよ。うん、で、また、それを分かってて、また寝に行ったの？はい。どういうことだよ？え？いや、そんだけ眠たいのよ。なんか本当に、私も自分でびっくりしたんですけど、うん、眠たいっていう誘惑に負けて、うん、その、わざわざこうはしごとか登るのめんどくさいじゃないですか。超大変だよ。なのにこうわざわざ登ってまでまた寝に行くっていう、こう自分でもびっくりするぐらいのこう行動を取るようになっちゃったというか。眠たい方が勝ったってことです。そうです。どうでしょう。そうです。え？もういや、もうどうしようもないじゃん、そうなると。うん、どうしようもないですね。そこまでして起きたのに。はい、だから進歩したところは、目覚ましの音に気づくぐらいな感じ。気づいたら起きて。それ覚えてるの覚えてる。覚えてます。止めたこと。覚えてます。止めたことを覚えてるんですよ。で、戻ってまた寝てるの。はい。いや、それはひどいよ、もう。いや、もうでも自分でもびっくりしましたね。これどんどんひどくなるよ。いや、もう本当に。これ、どうすんの？もう何しても、今のところは何しても遅刻するじゃん。そうなんです。最終的には起こしてもらうんですけど、私起こしてもらうの嫌いなんですよ。いや、わがままだな。起きないから起こしてんでしょ。そうなんです。なんで、なんかお父さんとかが起きやーってこう言ってくるんですけど、起きやーってこう大阪弁にんですよ、大阪の人なんで。その起きやーっていうのがイライラするみたいな。おかしい。なんで大阪弁なんだよ、とか思っちゃう。